はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はサントリーの新発売、いただき、コックーンとかいうわけわからんクソ CM が、まあクソなのかわかんないけどね、批判されましたが、それの、やつですね。アルコール度数なんと 7%、最高峰のコク刺激、高爆芽量、高発酵、高炭酸、天然水仕込み、あれ？あ、これ生ビールじゃなかったの？マジで？これ第3のビールですね。あららららら、ずっと、見た感じからしてさ、あれかなと思って、普通の生ビールかなと思った。これ第3のビールかよ。なんだよ。原材料が発泡酒、かっこ麦芽とホップと糖類と、スピリッツ、かっこ小麦と、炭酸ガス。米印、原爆汁、エキス、濃度、アルコール度数、炭酸ガス濃度の比較において、当社リキュール発泡性丸1の、限定商品を除くと比較。となってますね。これ第3のビールですね。なんだよ。なんだよ、俺ずっと楽しみにしてたのに。コックーンとか言ってさ、あれが2ちゃんで話題になってたから、おー、これうめえのかなと思ってさ。ちょっと、しかもアルコール度数 7% ってことは、これ、すげえなと思って。アルコール度数 7% の生ビールって、まあないからね。6% でもまあないけど、お、よく 7% にしたなと思ったら、第3のビールかよ。んだよ。期待してちょっと損したわ。ちょっと損した。まあ、第3のビールでもアルコール度数 7% は、なかなか勝負したなと。サントリー勝負しよったなと。思いますね。近年、酒がね、嫌いな人が増えて、アルコール度数の低迷化、まあ、ノンアルとかさ、ノンアル気分とかさ、なんかいろいろ出てるじゃん。で、アルコール度数の3% のやつとかも増えてる。それに逆行して 7%。いいですね。乾杯。ああ。ダメだ、これ。これさ、原材料名見ててちょっと気になったんだけど、この発泡酒、かっこ、麦芽、ホップ、糖類って書いてあるけど、糖類入ってんだよな。そこなんだよな。うん。甘い！なんかこのへばりついてくる甘さ、喉にへばりついてくる甘さがあるね。ほのかなこの甘み。まあアルコール度数 7% だけあって結構あれっす。なかなか、アルコール度数の、アルコール感があるのはあるんだけど、7% ってほどないですね。確かに、まあ、あるはあるか。まあ、でも、やっぱこの甘さがな、甘さがちょっと受け付けいいんだよ。いただきサントリー。コックーンって書いてあるし、これ。
あれなのかな。あの、批判殺到してなんか、なんか女性のさ、フェミニストがさ、ゴミみたいなさ、女がさ、なんか CM 批判してるらしいけど、どこがなんか、女性なんか、ようわかんないけど、なんか、下品だとかなんとか言ってる。どこが下品だかもよくわかんないですけどね。さっぱりは。何を言うとんの、まあ、確かに意味がわからんけど、別に下品ではない。それすごい名前でしょ。いただき、あの子なんだよ。かっこいい。これじゃないですね。これあれか。ちょうだいよ。絶頂うまい 7% サントリーいただき新発売。かっこいい。これあれですね。CM 改善しやがった。まあ別にいいんだけどさ。うん。俺それよかファブリーズの CM がすげえムカつくんだけど。俺だけ？ファブリーズのさ、CM がさ、すげえムカつくんですよ。なんか、あの、エレベーターの中に、男一人で、で、女がいきなりゾロゾロって、大量に入ってくんのよ。で、クン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 って、で、女が、その、一人の男に対して、で、匂いを嗅ぐのね。で、臭いとか言って、言うんですよ。あなた、昨日体洗ったとかなんとか言うんですよ。完全に男女差別だよね。女尊男卑だよね。今思い出してもイライラしてきた。これ美味しくないですね、あんまり。まあ、アルコール度数 7% は込めるんだけど、まあ、コクもそこそこあるんで、高炭酸もまあ、わからんでもない。だけど、この甘さなんとかしてくんねえかな。糖類が入ってんの嫌なんだよ。これ何なんですかね、これね。この、変な甘さっていうか。ファブリーズの CM、あれあれ削除された？もしかして。ファブリーズのあのクソ CM 削除されたか。あれいや、削除されてねえだろ、さすがに。あれどれだっけ、ファブリーズ。あれおかしいぞ。クソみたいな。これですね。あった。これだ。ファブリーズメン。俺ちなみにこれ持ってるんだけどね。ファブリーズメンってやつ持ってんだけど、使ってない。ランチ焼肉食ったっしょ。
先行くんですか？これはもうひどいっすね。これでかぶりなさい。これひどいっすね。今見てもひどいな、これマジで。これ何？恐ろしいな、これ。これひどいっすね。エレベーターに乗ったら同乗した周りの女性からスーツが汗臭い、スーツがタバコ臭いと相次ぐ激しい指摘。こんな女がや、女にやったらこの確実に通報ですよ。あれですよ。セクハラって言われて訴えられるタイプ。で、男だからっつって舐めてかかってんな、このクソファブリーズ。ぶっ殺すぞ。マジ。今度ちょっとあれするわ。あれするわ。クレーム入れるわ、クレーム。ビール、トウルイ。ビールにトウルイが入ってるビールは嫌なんだよね。なんとかしてくんない？マジで。そうですね。クリアアサヒとかは糖類が含まれていないらしいんですが、うん。だから甘くないんだよ。でも、だから同じ第3のビールでも糖類が含まれているやつと含まれてないやつがあるみたいですね。クリアアサヒとか、ですね。金麦なども糖類と表示されていますが、これは原料である発泡酒由来のものです。ああ。まあ、結局のところは、糖類、こういう明らかにこう、あ、これ絶対甘いわっていうわかるやつがあるんだよね。これは、多分、うん。これ俺だけやんかな。俺が過敏に反応してるだけなんかな。明らかにさ、あ、これ甘いわって、目つぶってもわかる。あ、これ甘い。これ絶対甘い。これ絶対糖類入ってるなって。いうやつ。で、糖類っていうのは今ググったところによると、糖類だよね。これが糖質とかになると変わってくるんですけど、糖類っていうのは非常に、あれですね。簡単に言うと、砂糖、乳糖、麦芽糖など、と、ぶどう糖、果糖などって書いてありますね。糖類っていうのは、砂糖か乳糖か麦芽糖かブドウ糖か果糖という結構かなり狭い部類の、糖質らしいです。なので、まあ、これのどれかが入ってる。ということで。
で、糖類ゼロっていうのは骨部分がゼロってこと。で、糖質ゼロってなるとまた変わってくるんです。糖質は割と広い範囲の糖ですね。オリゴ糖、デキストリン、デンプン、還元麦芽糖、糖水飴、エリスリトール、キシリトール、マルチトール、アセスルファムケーグ、スクラロース、各甘味料、クエン酸、クエン酸ナトリウムなどって書いてありますね。で、さらに、さっき言った糖類も含まれるので、まあ、だから、糖質ゼロって歌ってたら、かなり、全然甘くないってことです。糖類ゼロは、ああ、甘いわ。糖類ゼロは多分甘いですね。普通に。うん。俺もよくあったんだけど、糖類ゼロとか言ってても、普通に甘味料とかは含まれないんで、簡単に言うと、糖類っていうのは甘味料ではないんで、ただのすげえ細かいやつっぽいですね。で、糖質っていうのはかなりの広い範囲の甘さのやつなんで、カットしてるんで、糖質ゼロはガチで甘くないやつ。もう当然、甘味料とかも含まれてないですし、砂糖も含まれてませんし、ブドウ糖とかも一切含まれてない。なんで、買うなら甘くないの嫌い、甘いの俺結構嫌いなんで、甘味料とかね。だから、糖質ゼロっていうのを買った方がいいっていうことですね。糖質ゼロの、ビールで言いますと、アサヒのスタイルフリーとか、濃い味とか極ゼロあたりでしょうか。なるほど。あと、淡麗の、プラチナダブルとか。まあ、いろいろありますけどね。まあ、それでも、まあ、まずかったりするんですけど。ああ、これはまずい。確かに、アルコールの度数で、アルコールの、なんていうか、エタノール、的なアルコールの味で、なんとかごまかされる部分あるんだけど。無理だね。これ様の味覚には、さすがに、ついていけないっすね。ちょっと甘さが強い。ちょっと非常に甘さが強いので、これダメです。香り、うん、まあ、香りはそんなに。これはまずい。まあ、7% にした敬意を払って、三つ星にしてやるから。これはまあ、二度と買わないですね。4433です。ご視聴ありがとうございました。